お疲れちゃんです。ラウットです。今回はですね、6600到達いたしましたということで、でまあ今91なんですけど、まあ一応66到達したのが、まあ、12時間ぐらい前なんで、まあ、その時何歩かな、まあ、80ぐらいですかね。はい、まで行きのっていうところで、まあ、とりあえずそうですね、リプレイ解説の方をしていきたいところであります。でデッキが今回はスケルトンラッシュを使いました。はい。で、まあこちらの、まあ今、流行り？そんな流行りでもないかな。でもまあ流行りですかね。まあバルキリームートが入った遅延スケラ。はい。というところで、こちらですね。で、リプレイを見ていこうかなと。で、とりあえず66いったやつですね。これは相手が、ジャイ・ダクネムート。まあ最近、この相手のデッキもまあ結構多く見られるやつですね。はい。で、本当にスケラーは、基本的にいつも言うんですけど、ただ守って、その残ったユニットのカウンターでスケラー打って、まあみたいな、するだけじゃそれだけなんですけど、意外とそうでもなかったりっていうのがあって、まあまあまあ、それは見ていきましょうと。はい。で、これはもし、相手のスペルがこれ5だったから、まあ、勝てたっていうのがあるんですけど、意外と相手のスペルがポイズンだと、スケラがなかなか刺さらなくて、まあ、この相手も、まあ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 、5だから勝てたみたいなところありますね。まあ、ポイズンでも別に勝てないことはないですけどね。相手が攻めてポイズン使った時に、まあ、そのカウンターでスケラをやるっていうのもありですね。で、ここが多分、やんちゃしたんですよね。もうなんか、相手スケラあんま防衛できなくねみたいな。てか、普通に後ろからアイスイズ出したら、アイスイズがちょっと前に行きすぎて、なんか簡単に処理されるのが嫌だったので、もう単体スケラやっちゃいましたね。まあ、本当はこれも良くないんですけど、ただただアド取られて。まあ、ですけど、アド取られても、その防衛でアドを取り返せるのが、この遅延デッキのいいところで、まあ、防衛がめっちゃ硬いんですよね。結構やばそうに見えるんですけど、まあ、実際やばいっちゃやばいんですけど、まあまあまあ、このゴーストだけに、はい、大体収まりましたね。まあ、痛いんですけど、まあまあまあ。ただ落とされることもなく、めちゃくちゃ削られてもないんで。で、ここはもう端前ムートスケラで、まあ今は、なんでこんなことしたかっていうと、まあ相手が、ケツから、まあ後ろからですね、ジャイアント出してくれるタイミングと、まあ会えばラッキーぐらいの形で、はい、やりましたね。でもここは、ダクネはまあアイススイーズだけで守りつつ、さらに、守りつつって言いつつ、バルキリー出しちゃってるんですけど、まあ、こうなったら相手バルキリーの方に、そう、こっち側を攻めて、あのジャイを美味しくいただく作戦ですね。こうやって逆サイにプレッシャー与えたら、このジャイをもう、まあ、言ったら墓石とメガゴだけで、だったり、まあ、ほぼメガゴだけで防衛できて、アドを取ることができるので、このジャイが美味しくなりますね。で、またこの相手のユニットも美味しく防衛できるので、相手がジャイとか出した瞬間に、まあ、逆サイ振ったりだとかっていうのもありですね。で、ここはもう防衛がめんどくさいというか大変そうなので、しっかりポイズンとトルネでダクネを溶かしていきます。ダークネクロはポイズンだけだと処理できないんですけど、まあ、ポイユとかトルネポイズンだと多分処理できるんですよ。多分です。まあ、ポイユットがあればポイユットで。でもこのデッキはウッドがないので、まあ、しっかりトルネードプラスのポイズンで処理していきます。で、ここでこの逆サイにムートスケラをすることによって、今のあの相手のメガゴに、相手はジャイを重ねることができないですね。相手は防衛をしないといけないので。みたいな感じでユニットを腐らせつつ、といった感じで、はいはい、もう地道に。まあ、スケラ一気に持っていけることもあれば、まあ、地道にダメージが入ることも、の方が多いかな。なんで、しっかり丁寧に守って、確実にダメージをですね、与えていきたいところですね。よいしょ。
で、ムートがここで壊れてくれるのはすごい美味しい。でも相手も2体目ジャイを回してて、ここの防衛が結構しんどい。しんどいように見えるんですけど、ですけどなんですよね。なんか、あれみたいな。思ったより守れてるっていうので、そうなんですよね。この遅延デッキのいいところは、まあ攻めきれないこともあるのはあるんですけど、防衛がめちゃくちゃ強いです。防衛がめっちゃ強い。なんで、もうミスさえしなければみたいなところはありますね。よいしょ。で、これは多分ムートが破裂して、まあ破裂してもしなくてもどっちでもよかったんですけど、はい。からの、これはどうする?ムートを出して、はいはい。ムート壊しいきます。でもこの相手のファイボンも美味しいですね。でもスケラ打って、確実に入っていきますね、ダメージが。これが美味しい。で、あとは、もう300はポイズンが何ぼだろう。何ぼかわかんない。何ぼかわかんないですけど、約多分300兆削るので、あとはポイズン回せば終わりですし、まあ、スケラ打っても終わりですね。はい。って言ったところで、まあ、これが刺さって、フィニッシュかな。まあ、時間もあと残り19秒で、めっちゃギリギリなんですけど、やっぱこういう削れるのが渋いんで、相手が防衛うまいとなかなか削れないんですけど、まあ、防衛はめちゃくちゃ強いんで、はい、そんな、あれみたいな。これ負けた、なんか、何て言うんですかね。まあ、めちゃくちゃ削られることはなかったですね。よし、よし、よしと。で、今回次が、なんで、迫撃。で、なんか僕が使ってる感じ、これ迫撃結構苦手なんですよね、僕は。なんか、ムートあるから、正面迫撃とかクロスとか余裕って思われがちなんですけど、そんなこともないんですよね。そんなこともない。本当に。で、ここの本部は、これは事故っすね。これ事故。そうだから、ムートあるからといって、クロスとか迫撃を舐めてると、全然勝てないです。マジで。うまい迫撃使いだったり、クロス使いにマジで勝てないんで、まあ、しっかりターゲットを取りつつですね。まあ、これは結局ムートが強いんですけど、ですけど、相手は迫撃というよりも、ホグとかディガーで結構攻めてくるので、まあ、そこがしんどいですね。なんだかんだ、迫撃がきついというよりも、その周りがきついですね。はい。まあまあまあ。しっかりターゲット取って、を意識してれば、なんとかなりますね。これもまあ、なかなか地味な試合になるんですけど、本当に。よいしょ。とりあえずまあ、後ろからしっかり展開ですね。で、これはムート?バルキリーかで。まだ今スケルトンがターゲット取ってるんですね。からのムート。よいしょ。で、ここは右にも左にも攻めれる形が作れてて、ここで相手が、まあ、コストないのかなっていうよりも、まあ、アイスイズが残ってたので、このままスケラ打っちゃいましたね。で、まあ、これにはポイズン打って、そう、スケラを打ちすぎると、カウンターで一気に持っていかれちゃったりもするので、本当に守って、ちょっとエリクサーリードしたんじゃないのっていう時に、しっかりスケラを出してあげるのが大事ですね。だからもう、毎回守ったカウンターでスケラってやってると、あれみたいな。なんか簡単に守られて、逆にカウンターされてみたいなことも起きちゃうんで、よいしょ。これはもう相手がミニペを裂いたから陸が薄いと思ったんですよね。だからムートスケラをやりましたね。ですけど、まあ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 、守られますね。けど、まあホグはキング起動できんの。このギャングとかもそんな怖くないですね。まあ、一発入っちゃうのは痛いですけど、まあ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 、気にしない。で、墓石置いてあげて、でもこのスケルトンを無限に
迫撃砲がターゲット取ってくれて、でここのムートが残ったんですよ。ここで倒れずに残ったのがめちゃくちゃ美味しくて、でこれでもポイズン打って、まあ、何も当たんないんですけど、あ、槍ゴブがちょっと自分から来てくれるぐらいで、はいはい、であとはまたしっかりターゲット取ってですね。墓石のスケルトンが逆サイに行くようにしてあげるのは結構いいですね。それかまあ別に手前側でもいいんですけど、まあ、逆サイにした方が結構いい感じがしますね、自分的には。なんでもこの辺からは結構スケラーは打っていくんですけど、まあスケラーほぼポイズン削りみたいなもんですね。ほぼポイズン削り。スケラーはそんなに入んなくていいから、まあ、ポイズンでしっかりダメージをいきたい、当て入れていきたいっていうところで、でちょっと、まあ、このバルキリーが焦った感じがあってやばいなと、まあ、なるんですけどね、防衛が強いでキング起動もしてるからこれで守れちゃうんですよね。であと170はポイズンでフィニッシュですね。はいはい、って感じで、まあ地味って地味なんですけど、地味なんですけどしっかり守ってカウンターですね。でこれ J3 子にボコボコにされて、枯渇3子でクロスもこれはあれですね、もう本当に守ってで攻めるタイミングがなくて、攻めても別に高回転ですし、アーチャーでスケラ処理されて、でもまあ引き分けで精一杯ですね。だね、はい、普通に引き分けで、この J はもう相手がめちゃくちゃうまい。これウッド3なんですよ、この人。ウッド3で66いってて、もう今シーズン。まあ言ったら化け物っすね。はい、でガゴがなんで、スケラも刺さらずって言ったところで、負けましたね。で、迫撃でゴレか。で、ペッカって感じっすね。だから、まあゴレかな。ゴレのリプレイを、最後に。いきたいなと思います。よいしょ。でまあほぼ待ちっすね。待ちます。墓石があればまあ置いちゃっていいんですよね。で墓石あって、さらにトルネードが、まあ、次回ってくるか手札にあるなら、その墓石は逆サイホグを警戒する位置じゃなくてもいいですね。逆サイ墓石を普通の位置に置いて、逆サイホグを誘ってトルネですみたいなこともありなんですけど、まあすることはなかったので、後ろからバルキリー展開ですね。よいしょ。でまあここは相打ちですね。でも僕の方が若干ダメージ受けてますけど、でここはアイスエイズ出すかな。はい、出してここで縦線って思いましたけどね。何のデッキって、でまあ墓石を置いて、でまあベビドラ出たんで、まあゴレだなっては思いましたね。なんでまあこのベビドラがなかなか邪魔ですね。よいしょ。ベビドラがこっちの陣地に入ってくれないので永遠に残って困りましたね、これは。ね、またポイズン打たれて、で、まあ、全く同じことをしてるだけなんですけど、まあ、ダメージ入れれてないんですけど、まあ、そんなにダメージも僕も受けてないので、で、こっからですね、しっかり防衛。ですけど、今、相手が、あれなんですよ、ポイズン使ったから、もう単体スケラでいいんじゃねと思ったら、相手縦の選手持ってて、でも、相手がなんか自滅してくれて、まあ、これ、美味しいですね。めっちゃ美味しいです。相手が勝手に、5コス縦線だけでいいのに5コス使ってくれてめちゃくちゃ美味しくて、なんですけどこの人めっちゃうまいですよ。ここで僕がベビドラにメガゴ当てるのを読んできて、メガゴ当ててきて、なんでまあ急いでポイズン防衛ですね。でここはムートかな。ムートを処理して、はいはいはい、結構おやばい流れなんですよね。けどまあ、こっからですね、この逆サイアイスイズからのちょっと逆サイを攻めますよ感を出していきます。
で、もし逆サイに、そう、今みたいにゴレットされても2周目アイスイーズが回るので、で、このまたベビドレにメガが当てるのも読んできてやばいんですよね。で、スケラーポイズンボーイしてきて、けどこのゴレも結局防衛できちゃうんですよね。これ全然怖くなくて、これでムーターバルキリーに当てて、よいしょ、でベビドラにメガゴを当てて、まあさすがに今度は出してくるんかい。けどこれはどうする。このゴレンには特に何もしないのか。はいはいはい、ちょいとダメージは許容して、逆サイ攻めますよーで攻めますね。これ相手いい取るんですね。でもまあまあ、このムートがちょっと残られると厄介なので、ポイズン打って、はいはい、ダメージ的には五分五分ですね。で、ここのムートはちゃんと防衛して、じゃないと一気に1000、もう何 ?2000 ぐらいかな、めちゃくちゃ削るんで、あのムート。でも相手がもうゴレ出したんで、この瞬間にもう一気に攻めて、もう言ったら8ハード取ってるんで、もうこれで攻めて、まあこのメガコが入ってフィニッシュみたいな。まあ最後はあっけないんですけど、まあしっかり守って相手がゴレ出した瞬間に逆サイだったり、まあそんなところでありますね。はい。というところで今回は以上になります。次回はですね、まあ、6600から、こっから生マルチにしようかなと思っています。ということで。まあ、あれですね。終わります。チャンネル登録よければよろしくお願いしますよ。バイバイ。